こんばんはこんばんはハートありがとうございます三つのやつ音符もこんばんは。はバラもバラもありがとうございますハートも お疲れ様です。お仕事。こんばんは。おつにじ。おつにじ。こんばんは。ここみよし。小槌ありがとうございます。小槌。ありがとうございます。ハートありがとうございます。可愛い,いギフトもありがとうございます。 ハートもなんかいつもと違う顔に見える金の大金のだるまありがとうございますおつにじハートありがとうございますココアもありがとうございます、えー、嬉ーんうしいもうすっかりここめしかもありがとうございますおつにじ星ありがとうございます金のだるまハート三つのやつもありがとうございますハートもありがとうございます 金のだるまもハートも星もたくさんありがとうございますこんばんはこんばんは服ギフトもありがとうございます服ギフトリンボースターもハートもありがとうございますハートもありがとうございますおつにじコ民可愛いいねありがとうございますハートも音符も 金の音符も紫のありがとうございますネギはあのその後ほっといてほっといたのうちが落としたわけじゃないからねネギはその後ずっと置いといたのねその場所にで帰ってきたらなくなってた怖いですねどこに行ったのか音符じゃなくて 誰もありがとうございます金のハートもありがとうございますたくさんおろし紙ですね今日は <laughs> つけたとしてもさ映んないんですよねこんばんはこんばんはこんばんは ネギ消えたんです髪型も可愛いありがとうございますハートも花束もありがとうございますネギが落ちてて帰ってきたらなくなってましたこんばんはハートありがとうございますえこのニットめっちゃ久しぶりです え、そうカチューシャ残念なんですよ入んなくてサラサラヘアハートありがとうございます金のだるまもなんか肩に乗ってるように見えるよねこれ こんばんばはリンボースターありがとうございますママにその写真送ったら「ネギできた「ネギできたえたい焼きの写真見ました焼きたて屋のたい焼きとたこ焼きめっちゃ美味しそうだったおつにじおつにじおつにじ誰もありがとうございます えうちわの名前は何でもココミとかココミンとかにじにじでも気づきますうち要素があればだるまありがとうございます福ギフトもかわいいギフトもありがとうございますこんばんはかわいいありがとうございます金のだるまもハートもありがとうございます福ギフトもありがとうございます ね、焼きたてはめっちゃ食べたいこんばんは星ありがとうございます金のだるまもそうネギが落ちてたんですよにじにじおし結婚してありがとうございますギフトこんばんはこんばんは カレー見ためっちゃ美しそうだっためっちゃ食べたい今日はさっきらへんに買い物をしてたんですけどママとスーパーにでカレーを買いました今日も安定の帰宅たち気をつけて帰ってください安全でこんばんは コみや好きにかかる虹なんだ嬉しい頑張ります虹になれるようにココこの前あること毎日食べると飽きるくなるどういうことどういうこと飽きることどういうこと今日は前髪いい点数えー今日は 六十です。こんばんはおつにじ。金のだるまありがとうございます。え、そう警察にの警察の番組が二個もやってて上本えどっち見ようって言って話してたさっき番組表見ながらえ何の夕食ですか。僕帰ってきて夕食作ってます。おつにじハートありがとうございます星もこんばんは。 ありがとうございます。ハートも。うちは二人姉妹です。やっぱりこの髪色で嬉しい。安定ですね。安定。おつにじ。キャッチフレーズはなんか一応考えてはいるんだよね。軽く。考えてます。こんばんは。おつにじ。 ココイチは行きたいと思ってまだ行ってないのでちょっとイワニゃに連れてってもらう絶対にめっちゃ行きたいか頼,頼み方があんまりいまいち分かんないかもしれないおでんいいなおでん食べたいって今日ねママと話してたあこっちゃん語だこっちゃん語句をつけるので。 こっちゃんは。今日もニットが可愛い子ここ。こんばんは。こんばんは。久しぶりこのニットは。久しぶりです。こんばんは。おつにじ。こんばんは。<laughs> 水の犬に野菜漬け言われて。<laughs> 野菜は野菜カレーだよね。さつきじからお引越し。こんばんは。こんばんは。 ココイチは長野県にあるけど言うてたくさんあるわけでもないからそのこっち愛知県みたいにすごいたくさんあるってわけでもないからあんま行ったことなくってこんばんはおつにじ名古屋はね おででんんに味噌って食べたことないんですよ味噌がなくて食べたことがありがとうございます似合ってますねハートもありがとうございます <laughs> 楽しみりありがとうございますガチ美少女こんばんはえきのこカレー美味しいよね食べたい 野菜もいいよね今日はトマト食べましたねえっやっぱみんなここ一行ったことないんだよおつにじこんばんはえっ海外メニューってすごくないどういうことなんかあれ 辛いのがさ、もっと辛いみたいな海外メニュー限定辛いみたいな、めっちゃ倍辛いみたいな感じ引っ越しはしません常にここ見れるもありがとうございます嬉しいおつにじ、ハートありがとうございますハートもありがとうございます服ギフトもありがとうございます おつにじこんばんは黄色のだるまありがとうございますえマックいいねマックいいよねなんか新しいのが出たっぽくてめっちゃ美味しそうだった星ありがとうございますハートもお疲れ様夜は冷えるね本当にそうみんな気をつけて風邪をひかないように体調を崩さないように えママがバイトしてたんだよあの学生の頃かなココイチででママもバイトしてたじゃんココイチででずっとココイチでバイトしてたからココイチのなんかカレーの匂いがなんか嫌になるみたいなことも言ってるからあんまり言たことないんだよココイチに「猫ありがとうございます招き猫」「小判の猫ありがとうございます」 タイカレーさ見たんだよこの前歩いてて名古屋をでタイカレーのお店見てびっくりしてなんか緑色だったカレーがえすごいココイチに写真がかざれたすごいすごいよく見るけどラーメン屋さんとかでも見るけどすごいね えなんかカレーの激辛ってさ辛くないえ辛くないめっちゃあのカレー食べたいあのあのカレーカレーじゃなくてあの具が入ってるカレーあるじゃんめっちゃ具が入ってるカレールーじゃなくてカレーなんか具が具が入ってるカレーえかるあれが食べたい金の だるまありがとううございますたくさんそうゴジラゴジラめっちゃ面白くてあの修学旅行の時にあのうちが修学旅行だっけあれ修学旅行登山かなか分かんないけど学校の行事の時にバスで見たんだよねゴジラ想像以上に面白くてびっくりしたのハートありがとうございます うちは寒さに強いけど寒いのはめっちゃ嫌いですハートありがとうございますおつにじおありがとうございますお供にする小判ハートありがとうございますえタイクカ食べたことない ないんですよ。これが下に落としちゃったので <laughs> 拾いました。オスのオス商店街のお店すごいなんかケバブとかの匂いがすごくてびっくりする。おつぎじ。 あれグリーンが <laughs> なんかあったんだよね。緑のカレーが。タイカレーって書いてあるお店に。金のだるまとハートありがとうございます。たくさん。金のカレーも。今日も可愛いありがとうございます。シンゴジラです。シンゴジラ。が面白かった記憶があります。星ありがとうございます。ええトートギフトありがとうございます。 しょけん,ばんは初見さんえスすき行きたいすき家の牛丼食べたい結婚してギフトありがとうございます2つも服ギフトもありがとうございますえなナンナンさおいしいよね給食に出てたよく金のだるもありがとうございますハートもありがとうございます おとにじなんかケバブの前のお店にとるとね寄ってかないみたいなめっちゃ言われるあれ,あれ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 あのさあったじゃんカレーのやつでさカレーのやつでさなんか具が野菜野菜で食べるみたいなあったの分かるかな誰かなんか野菜の 名前めっちゃ思い出したいカレーなんだけどカレーなんだけどあれあの野菜が細かく切られてるほんとに1 1ミリ1ん m 3 m m 3 m みたいな正方形みたいな感じで切られてるやつがあるんですけど「金のだるま」ありがとうございます やっっっぱ給食ててて魔法がかかってて美味しく感じるみんなで食べるしねクラスのみんなでえ給食にらんでる給食にらんでる金のだるまありがとうございますたくさんやっぱりステーキさん美味しいよねなんだっけカレーにじにちゃんありがとうございますにじギフト ありがとうございますありがとうございますなんかあキーマカレーかもえキーマカレーかもしれないキーマカレーかもしれないえキーマカレーってさ野菜がめっちゃ細かく切られて入ってるやつだよね多分水色のだいもありがとうございますえカレーパンめっちゃ美味しくないカレーパンめっちゃ美味しいよね アンマンも好きだしピザまんも好きだし肉まんも好きだし青のだるまありがとうございますかわいいねありがとうございます黄色のじゃない緑のだるまもありがとうございますキーマカレーかもしれえドライカレーだえドライカレードライカレーかもしれないバラありがとうございます えドライカレーかもしれないなんかめっちゃピンときたドライカレーでドライカレーかもしれないお疲れありがとうございますギフトちょっと前に大須のえケバブさ食べたことあるのめっちゃ前に原宿行ったことがあってさ原宿がすごい流行ってる時2017年ぐらいかな原宿に行ってレインボーのたあめとか なんかレインボーチーズトーストとか電球ソーダとかスクイーズとかにハマってる時期があってそれがどうしても食べたくて行きましたね懐かしい思い出したけいぼくの話で可愛い,いありがとうございますギフトいいねギフトも野菜はめっちゃ子供の時からずっと好きだったからお米がめっちゃ大嫌いで野菜は全然食べたんだけど なんかママに聞いたらお米は絶対に食べなかったらしくて出されても自分でもめっちゃ記憶にあってあのご飯を食べるのがめっちゃ嫌でお米が本当に嫌だったんですよねココはありがとうございますハートもたくさんえなんだろうハートありがとうございますたくさんハートありがとうございます え、そうセブンのレジの横のカレーパンはめっちゃ美味しいですあれはよく頼んでた今もだけどなんかさうちさ食べ物の話を連続でしすぎてさみんなさコメントが追いつけてなくて申し訳ないですえカレーえっとなんだっけなんだっけなんだっけカレーうどんだカレーうどんカレーうどんも給食でよく出たお姉ちゃんはカレーパンめっちゃ大好きなので とりあええずお土産でカレーパンをえそう高島屋にあるカレーパンのお店があるんですけどそこの、えっと、あんことお餅のパンがあるんですけど中に中にパンの生地の中にあんことお餅が入ってんの白玉か白玉みたいなこのぐらいのお餅とあんこが入っててそれを油で揚げたパンがあるんだけど。 高島屋に売っててそれがめちゃくちゃ美味しくてよく買ってましたねママたちに水色の誰もありがとうございますにじちゃんはいつも可愛いなありがとうございますこんばんは流行ったよね電球ソーダめっちゃ飲んでた原宿は二三回かな行ったことある 透明感抜群だなありがとうございます嬉しい星もありがとうございますたくさん招き猫もありがとうございます小判の招き猫星もありがとうございます原子くんそんなに流行ってんのねカレーの話題出しすぎてないちょっとお寿司とかもそうだけどえそうあのチーズドッグも そこら辺で流行りだしたよね韓国が流行ったもんねその時なんかもうまず全国っていうか世界でこんばんは初見さん金のだるまありがとうございますそう耳がなんか微妙に出てるいつもこの片耳がけだと長の寒いよね絶対寒いもうねえねからいつも寒いって聞いてて今は帰省しても寒いから。 早くこっちに戻りたいって思いそう <laughs> うんえカレーパン美味しいよねおつにじキラキラのだるまありがとうございますこんばんはこんばんはこんにじえまマジで高島のお店行ったことある 本当にあそこはなんかカレーパンなんだけど多分メインはねメインはカレーパンなんだけどなんかそこに1個あるんだよあんことおもちのカレーあんことおもちの揚げパンがあるんだけどめっちゃ美味しいですこんばんはキラキラのだるまと青のだるまありがとうございます声可かわいい笑顔可愛かわいいえありがとうございます 全然スカウトされないよ全然なネーネの方がねされるかもしれないどっちかというと歩いてるとネーネの方が人から見られるしネーネの方がなんか話しかけられたりするかも喜びの話がけてガチうししよかったよかったよかった星ありがとうございますい、ね、最近毎日ココイチだよね毎日ココイチだよね あ新大久保だ新大久保も行きました横浜の中華街も行きたいし中華街行きたいんだよね最近中華街で食べ歩きしたいごま団子食べたくて中華料理が食べたいおつにじ <laughs> 食べ物の話してる時が一番イキイキしてる絶対そうだよね絶対そうなんだよ 前髪最高に可愛いいですありがとうございまはじめましてはじめまして,初めましておつにじおつにじねえねえは元気ですちゃんと一回こっちに名古屋に遊びに来て帰って悲しいって言いながら帰って昨日も電話してたなんか心霊の YouTuber 見てたらしいのねえねえがそしたら怖くなったから電話してきて 金のもありがとうございますココミ今ならえー、絶対にない絶対にないこんばんはこんばんはえー、なんで逃げんの話なんかさ話しかけないよねみんな見かけてもさ話しかけずにあのスルーしますとかさ言うよねみんな月見パイめっちゃ食べたいめっちゃわかる めっちゃわかる。おつにじ書見さん、こんばんは。ハットありがとうございます。今後も何回も使うとするありがとうございます。ありがとうございます。今日の前髪は六十です。六 <laughs> 十点です。お姉ちゃんはね、ま仕事もしてるし。 でも名古屋にまだ何年か経ったら住みたいなって言ってた金の誰もありがとうございますいいな中華街めっちゃ行きたいあの横浜の中華街に手相占いの場所があるんだけどそこが本当とに行きたいです手相占いがしたくてあの手相ってあるじゃん 手相ってさ自分の環境その時の環境によってなんか手相が変わるらしいのだからなんか成長するによって手相の線とかも変わってくし例えばさエスキーに受かったじゃんって活動してってるじゃんでその時の自分の気持ちとかで変わってくらしいの手相ってだから面白くない だから今の手相を見てもらいたいおつにじ星ありがとうございますたくさんねえねえは最近おでんを食べてますねずっと長野の家で星ありがとうございますおつにじめっちゃ変わるよえ手相も見たいし食べ歩きもしたいしごま団子も食べたいし 中華料理も食べたいですいやーね一般人だからねでも本当にみんなとそんな全然星ありがとうございますそうなんか教えてくれたよね絶好調って頑張ります絶好調で単語視線んなんかさー 一時期めっちゃ手相にハまってる時があってさなんか手相の番組とかってあったじゃん昔めっちゃだからさ今がめっちゃ気になる最近そういうのやんないじゃん手相の番組とかそう中華街で手相ね見てもらえるなんかすごいプロみたいな方がね見てくれるえーめっちゃ気になる将来が。 よかった仕事お疲れ様ですお仕事大須、ね、でさあ,のあるよね手相占いするところ占いツアーえっ大須商店街にあるよねやっぱりあれあるよねなんかずっと気になってるけど行けてなくて。 えそうう占いとかめっちちゃゃ信じちゃう人なんだよね自分がだから何言われても信じるからちょっと信じすぎてダメかもしれない逆に <laughs> フードトーク <laughs> フードトーク多いよね最近特に一人の配信の時は半分 食べ物ね配信で終わる、最後は。ここ、ありがとうございます。おとにじ。ショールーム初めて見。え、めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。食べ物の話しかしてないけど。ありがとうございます。仕事終わって、とこに来られました。お疲れ様です。お仕事。 お疲れ様です皆さんお仕事え朝の朝の星座占いもめちゃくちゃ見て伊手座がほとんど最下位いつもうちの場合見る時で休みの日とかあるじゃん休みの時にあの見るじゃんねなんかさ見てない時に限って1位とかで難しい めっちゃ信じるうちの場合コバありがとうございます猫の嬉しい生活で頑張ってるココミが見えます頑張りますおやつのカタカナです今日は今日はカタカナですだるまありがとうございます金のだるまいてだですいてざいてざいでだ 座なんですけどあのおばあちゃんがあの毎朝ねあの占いのやつを送ってくれるの占いのそう占いを送ってくれるのその一日の星座占いのやつを送ってくれるんだけどそれでうちの一日が決まるぐらいめちゃくちゃ信じちゃうハトありがとうございます そのまっすぐな瞳が輝く将来性を感じるの嬉しいですです,ですありがとうございますめっちゃ緊張しいですあの劇場公演とか見てくれてる人分かったかもしれないけどめっちゃ緊張しいんですよそのまっすあ森本くるみちゃんはすごくないなんかさ モバメ取りたいぐらいなんだけど、それくるみさんのこんばんは伊てざです伊てざです十二月八日でそれは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 ハッターありがとうございます福ギフトもありがとうございますそう今日は一の日です一がつく日で 手いいとか星座占いすぎだしだよねー絶対そうもうなんかさ手相占いの本とかさ星座占いの本とかめっちゃ昔売ってたよね今全然見ないそういう本じゃあ毎日大吉だけ売れへんし占いは占いし占いは占いし占い えってことかサータンと全然最近あでもあったか2日前に会ってあのサータンと手をつないでたんだけどサータンの手の小ささ本当にびっくりするうちが多分手大きいんだよね意外とこのサータンね本当にこれぐらいしかない本当にちっちゃいから手形かい手形かい手形があると思うけど多分それでみんなね 実感するうタありがとうございますトーク会も緊張したしトーク会もめっちゃ緊張したけどみんなあの緊張をほぐれるように話してくれて助かりました。えそう頑張ります公演もこれから 始まってくるし研究生公演のやつが制服の目が星ありがとうございます赤黄色紫緑青のだるまもありがとうございますたくさんえ MBTI あるじゃんあれさうちさやるときによって変わんのあれやるときによって変わるのみんな MBTI やったことある ゃああれさやる時によって毎回変わるめちゃくちゃ変わる星ありがとうございます結婚してギフトもありがとうございます星もでもねなんかこの前の占いのやつを見てたら12月8日が2024年のなんか活躍できる1位だったのでも 違うところで見たら12月8日はなんか60何位とかでわからないちょっとでもいい結果だけ信じるサーターメールで見ましたおつにいじおつにいじ この点をできるかっていう話になってさココハかなココハができなかったんだよね、この手身長は伸びてます今まだファイトギフトありがとうございます今159とかかなでもなんかみんなにめっちゃ言われるのはあのファンの人になんか劇場公演とかトーク会で会ってみて なんか顔は意外と幼かったけど身長が高くてなんか不思議な感覚だったってめっちゃ言われるから意外と背が高いしあの衣装とかの服でちょっとヒールがさ入ってるやつとかあるじゃんあれを履いちゃうともう163とかになるから結構大きくなる誰もありがとうございますキラキラの。 お建築家オニオンはやばいオニオンはやばいえそうその時の気分で変わる本当にそう服ありがとうございますギフトお話ししましょう皆さん会える機会があったら絶対に誰もありがとうございますキラキラのココアもありがとうございます キラキラのだるまも服ギフトもありがとうございます十個もありがとうございますだるまもハートもありがとうございますおつにじ本当なし本当にしてみますそうだね本当にしちゃう方がいいです絶対に本当にしちゃったら いいんんだもんねこんばんはあのオーディションの時より大きくなりましたこの手できるえそうスカートが短いんですよみんな以上に特くかやったら行ってみたいぜひ 会いましょうまっすすすぐな瞳のように進んでいきます進んんででいいききままえ、フラワーアレンジメントをやりたいんだけどさあのー、花をさ集めたりとかさが難しくてできてないんだけどめっちゃしたい地味に趣味です楽しいハマる 誰もありがとうございます。キラキラのえ、そう、あのうちがココハとショールームしてるときに、ココありがとうございますって言うと、なんか、え、ココハココハでずっと聞いてくる誰もありがとうございます。水色の見に来れてよかった、今日も可愛かった、声聞いてよかった、ありがとうございます。そうだね。連日 連日配信が続いてるので最近キラキラだるまありがとうございますココアもおつにじえじいじゃん来てた時あったかもしれない一回一回っていうか来た時あったかもしれないえもう最近冬が違うあの夏が恋しすぎて 夏服を買う準備始めてる。ここありがとうございます。え、今日の可愛い猫は。そうですね。それです。あ、連日です。連日です。連日。連日。ですね。こんばんは。ハートありがとうございます。 あ,あれぜんざいなのココアでしょココアだよ絶対にハートありがとうございますあのもう夏服を買おうっていう準備を始めてます最近はココアだよほらココアありがとうございますココアの上にマシュマロ乗ってる 食は美味しいですめっちゃ美味しいありがとうございますキラキラのだるま星ありがとうございます顔の表情筋がほれてきた嬉しいやっぱ写真を撮る回数も増えたしそれもあるかも星ありがとうございます ココアありがとうございます。これマシュマロだよ。ありがとうございます。ココアも。えそうあの給食美味しい学校だったんだよねずっと。ハートありがとうございます。えなんかココアにマシュマロ入れる人います。います。 ここみしありがとうございますこんばんはえでもマシュマロにマシュマロをトーストにのっけて焼くやつあるじゃんあれを食べたいわかるみんなマシュマロは苦手なんだけどあのうちもねマシュマロ苦手なんだけど 食パンにマシュマロ乗せて焼くやつオーブンであれ美味しそうじゃないめっちゃホシありがとうございますおはようございます寝ちゃったおはようございますマシュマロ苦手だよねうちもそうどっちかというと苦手です <laughs> 考えてしまうおつにじえねわかる なんか焼いたら美味しいんだよねそれはわかるでもめっちゃ美味しそうあの YouTube とかで流れてくるけどめっちゃ美味しそうめっちゃ食べてみたい SK のプチカメでココアにマシュマロあるよねやっぱり美味しいよ多分 <laughs> 食べ物の話マシュマロってさあんまりさ あれじゃないみんなさみんなさあれじゃないあんまり好きじゃん好きって人いなくない大好物って人あんまりいなくないハートありがとうございますフレンチトーストおいしいよねわかるサタンが始まったけど嬉しい本気かもありがとうございます嬉しいハートもありがとうございます 長野はあれです牛乳パン <laughs> 牛乳パンがありますクラッカーに挟むのあるよねわかるあれわかるあれクラッカーに挟むやつわかるこんばんは おつにじいやーかわいいなありがとうございますカンゴミは大好きだけどマシュマロ苦手牛乳パン牛乳パンえ牛乳パンはめっちゃおいしいです結構大きいそう大きいなんかこのぐらいあるかもえ雪見大福トーストめっちゃ美味しそう青の赤のだるまありがとうございます サータンには行かないありがとうございますなんかさマシュマロをさ口にさ何個入れてさ何個入れれるかっていうさチャレンジはやったよね昔はやったよねえそうめっちゃ美味しい厚みあるよねなんか地味に美味しいよねあれ 友達感覚の話し方が魅力嬉しいありがとうございますおつにいじえあのさ焼きそばパめっちゃ美味しいよねめっちゃ美味しい流行ったは行ったあのマシュマロをお口に何個入れれるかチャレンジみたいな流行りましたなんかねるとやってることある <laughs> ねるとやったことある YouTube で見てて一緒にやったことありますえー、そんなに予約とかあるんだ57分「にじにじありがとうございます」「にじギフトありがとうございます」最後に「読みます」 13位は髪の毛一本の方ありがとうございますありがとうございます12位はへえ何だろうこれアニメのキャラクターかな金髪の男の子の方ありがとうございます12位は11位はオオカのかぶり物をかぶった方ありがとうございます10位はケロッピの方ありがとうございます 9位はルカさんのピンクのクマの方ありがとうございます8位はシナモンの方ありがとうございます7位は緑のウサギの方ありがとうございます6位は静香さんのアバターの方ありがとうございます5位はメガネをかけた カニの方ありがとうございます4位は猫の鈴をつけた方ありがとうございます3位は歌舞伎の方ありがとうございます2位は赤堀さんのリラックマの方ありがとうございます1位はアンズさんののぶりを持った男の子の方ありがとうございます コメントくれた方も来てくれた方もギフトくれた方もありがとうございますハートもありがとうございますありがとうございますおつにじ金のだるまもありがとうございますまだ中3ですもう高1ですでももうすぐ高校生ハートありがとうございます おやすみ皆さ,さんおつにじアゲんナス大好きアリガナスありがとうございますまたいつかな次はおやすみなさい